富夫さんとあの何と言いたいでしょうか、芸能界のご意見番と言われる毒舌のお二人がですね出会ったのはもう随分30代の頃だそうでございまして、70代になったお二人は今年初めて舞台で共演なさったという今日はそれぞれいろいろ今年の大事件もお伺いいたします。あのこちらから梅沢富美男さんです。よろしくお願いします。もう何と言っても皆さんご存知、下町の玉三郎、お化粧したらもう全然違う綺麗な女の人に美しい女形になるという、すいません、どうしてこのお顔が、これですよ皆さん、これ、はい、すごいわね。これあれですよ、あの黒井さん、あの最近ですから。そう、はい、うん、嘘だなんて知ってませんふくやとしてね、とてもいいって思いますよね。ありがとうございます。本当にだけどね、どうしたらこのお顔がなるかっていう、それはもうね、わかんないわね不思議で、いや、あの僕もいろいろ考えたんですよ。ええ、で目も大きくないし、口も大きいわけでもないし、自分で考えたの、輪郭がいい、うん、そう、輪郭はいい、はい、それは絵じゃないでしょ何が絵ですか。え、輪郭がいい、はい、もうこれは一人に輪郭にかかってます。そうですね、うん、それと唇がやっぱりね、ちょっと小さい、ね、男の人ですよ、ね、男性にしてはね、小さいですね、うん、あのセクシーだってよく言われるんですよ、口元が、うん、セクシーかもしれないけど出てくる言葉はセクシー、もうちょっと、もうちょっと大事に扱ってくれませんか僕本当に徹子の部屋何回も出させていただいてるんですけど、結構粗末に扱って。あ、そんな粗末だなんてとんでもないことでございます、ね、まあ、どうでもいいですけど、お二人が出会ったのは39年前で、ずいぶん半端だけど覚えてらっしゃるのね、はい、1982年のドラマ、はい、寂しいのはお前だけじゃない、はい、はい、覚えてますよ、初めてお出になった人テレビ、そうです、はい、お互いの印象はどうだったんですか。いや、僕は全然無名の役者でしたから、もうその頃はピン子さんはもうスターになってますんで、うん、スターの方に会ったのは3人だけなんです。西田敏行さんと泉ピン子さんと、それからあの、キルミナナさん、うん、この3人だけだったんです。びっくり、もう緊張しちゃって、だってスターになかなか会ったことないですから、僕は初めてだったもんですから、うん、もうそれで富美男ちゃんのお芝居見に行ったら、もう面白いし、千いくらでこんなに笑わして泣かして、それで綺麗でご飯食べてていいし、うん、飲んでいいし、必ず毎月見に行って、全員が出演者がで1年かけて仲良くなって、で初めてドラマやった時に、わあ知らないってすごいなと思ったら、そこの位置に立ってくださいって富美男ちゃんが何度も言われたら立てなかったんですよ。そしたらカメラに向かって、お前がこっちに来いって言ったのは私ドラマの中で初めてでした。あのテレビのドラマってこうスッと登場してくる時にこの位置で立ちなさいっていうバミリがあるみたいな、ありますよ、それを全然知らなくて、うん、何度やっても NG なんですよ。で、めんどくさいからすみませんがカメラさん、あなたこっち来てくれませんかってお願いしたんですすごいわね、すごいテレビじゃ珍しいケースで、はい、初めてだったもんですから、もうそれで40年ぶりぐらいの共演ですかね。なるほど、30の時知り合って40年ぶりなんですよ。そうなんです、あのまだピンコさんも独身の頃でした。その頃に、そうです、あのお友達になって、ピンコさんはズバズバおっしゃるんだけど、あのはっきりしていて、こびへつらわないっていうのがいいっていうふうに思ってらっしゃるんでしょ。そうです、あの、まあ、ピンコさんはまあ昔から若い時から、あの決してあの年取ってからこうなったわけでも何でもなく、若い時からそうでしたから、何でもズバ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 言って、はい、本当にあの変わらないんですよ。ただね、僕はあのピン子さんが一番いけないことは、あの世の中の方がいろんな、あ、分からない人たちがピン子さんってそういう人なのなんて勘違いしてる人いると思うんですけど、ピン子さんはすごく、あの、なんていうんですかね、あの仕切り屋さんなんですよ、うん、でとってもね、人のことが大好きで、こうお世話をしたい、うん、お世話場なんです。でそれで失敗するんじゃないかっていつも思ってるんですよ、うん、余計なことまで仕切るんですね、うん、あんた出なくていいからっていうのに、うん、仕切ってこういうふうにしましょうって、うん、まあ、40年ぐらい前のそれぞれの徹子の部屋にご出演になってのほとんどね同じ年なんですよ。ちょっとのズレだけで、ピン子さんが1982年に出てらっしゃるんですね。それちょっとご覧いただきます。私は今あの寂しいのはお前だけじゃないっていうので、いつもあのご主人の西田さんにすごく小づかれて、もう普通だったらかわいそうなんだけど、この方がやれるとなんだか面白くて笑っちゃうという泉ピン子さん、今日のお客様です。こんにちは、今日はまた素敵な、絹なんですよ。この番組大好きですからね。だからこれ出るときは慎重してね、なるべくいい派手さのあるようなものとか。でもイヤリングといいね、とっても靴といい、とても素敵な、本当にでも本当にあとお仕事ね、恵まれてらっしゃって、ありがとうございます、最近なんかお母さんばっかりなんですよね。何がいいんですか、じゃあお母さんじゃないと。独身やりたいですよ、やっぱりたまには。あなたはほら、あの結婚と
そういうのはさ、はい、金屏風の前で派手にやりたいっておっしゃって、その後それはどうなんですか。ないんですよね、本当にないんですよね。なんででしょうかね。周りいっぱいボーイフレンドいるんですけどね、みんな妻と子がいる人ばっかりでね、うん、ところがこのちょっと後にあなたご結婚になったんですよね。これから6年後ぐらいですね。こんな綺麗なね、これも舞台の上で結婚式、またご主人がハンサムなのびっくりしちゃったと。そうなんですよね。どこで手つけたんですかね。なんという言い方だ。なんてこと言うんだよ。いやいやいや、本当にいい男で、うん、おとなしい方なのね。しかもお医者様だって言うんですよ、ね、すごい。そうですね、世の中にはね、さながらボタン持ちっていうこともあるけどね。タイプじゃなかったんですよ。え、私背の高い人が好きなんですよ。いいじゃないですか、このぐらいで。え、それで玉の腰ってあんた、いろんな週刊誌に書かれたけど、あんたこの人18万よ、給料。何言ってんの。私のがものすごく稼いでたのよ。何言ってんの。腹立つ玉の腰って書かれて。旦那さんはガンの権威じゃないですか。え、私が初めて会った時だってそうだったですよ。おとなしい方で、本当にピン子さんのためだったら右向いてるとずっと右向いてるような人ですから。言い方ね。ねえ、よくこんな素敵な人を。またピン子さんあの頃美人だったね。私ね、すごく若い時嬉しかったのは、富夫さんのお兄さんにピン子ちゃんってものすごく色っぽいんだよって言われた。色っぽいです、うん、ほら。でそれで私自分の色っぽさって分かんないから、お兄ちゃんに言われたことがずっと頭にあって、いいじゃありません、こんな綺麗一人やったんですよね。うるさいよ、うるさいよ。美人だわ、ものすごい、ね、とっても綺麗。でも誰も私に手つけなかったわね。いやだってそんなバカなこと言って、これ昼間の番組ですよ。あ、どうもすいません。失礼じゃないですか。いやいや、誰も手つけてない。誰も誘わなかったんです、私を。本当に、え、あの西田さんも誰も誘わなかった。だからね、まあ、あの意外とピン子さんってあの色っぽい感じはするんですけど、サバサバしてるので、あのナンパ しにくいようになったんですね、非常に。そうですか。米田さんは当時32歳だった、1983年。ちょっと若い頃のあなた、ちょっとご覧ください。はい、北町の玉三郎というふうに呼ばれていらっしゃる、本当にお美しい女方でいらっしゃるんです。梅沢富美男さん、今日のお客様です。よくいらしてくださいました。あのこのお顔、失礼ですがね、このお顔があのさっきの美しい女方になるというのが、皆さん不思議とおっしゃるんですね。やっぱりあの、なんていうんですかね、僕あんまり変わりすぎるんでね、あの最近ようやく覚えてもらったんですけどあの、まあ、あの梅沢富美男さんは男性でいらっしゃいまして、はい、その、まあ、女性といらっしゃる時に、はい、その女性の一番官能的なお顔なんか割とこう観察なさって、さっきの口がこうちょっと開くとか、はいはい、僕はものすごく女性が好きですからね。だからもうなんかこうちょっとした仕草でもすぐ感じるんですよ。あのある種こうお酒飲みに行った時にこうちょっと目線を感じましたね、ちょっとこう振り向いたら向こうの方がパッと目線外したんですよ。気になっちゃってね、あら俺に気があるのかなとか思う、だからあれやっぱいいですね、効果的ですね。パッとこう意識しちゃっても、あ、気があるのかな、それとも俺のこと知ってるのかなとかね。富美男ちゃん、本当にこんな感じだったもんね。ね、そうでしたね。本当ね、でも本当にハンサムだったんだね。でも、あの、あれですね、ハンサムちゃんじゃないです。どうせ褒めてくれるんだったら顔見て言ってくれませんか。どこ見てるの。本当に、何呼んでんですか、そこで。違うの、梅沢さんが捨て松のように言わないでください。あなたが極秘結婚なさったのはいつだったのかなと思ったから、ちょっとここ見て、はい、1990年、はい、それで、あ、そうそう、ね、これね、奥様とね、綺麗な奥様、可愛い奥さんですよね、可愛、はい、うん、可愛いですよね。
そう、本当に可愛い。うん、あきこさん。ピン子さんは奥様とお会いになったことある？あります。全然こんな可愛いものだって。全然タイプ違う人と一緒になったよね。ピン子さん、本当にね、気をつけてください。これテレビ映ってるんですから。あ、すみません。違うタイプと結婚したわねって。昔の話はもういいじゃないですか、そんなこといちいち30年も前の話。いやだってこういう方が救ってくれたと思って、あなたを。え、他だったらもう絶対あなたこうしてられないもん。いやいや、素晴らしい方ですよ、はい、もったいない話、あの方、あの今日はそうじゃなくて2人の関係のお話をするだけの話で、はい、私の昔の女の話をしてもらわなくても結構なんです。いや、女って私言ってないじゃない。いやいや、ちょっとタイプがって言っただけです。同じことです。あ、そうですか。あの梅沢さんの最近の大事件といいますとね、溺愛する次女の夏美さんが置き手紙を置いて家出をした、はい、そうなんです。この夏美が一回その、一人でその親元離れてみたいって願望があって、で突然置き手紙を置いて、で家出したんです。え、まあ、家出ってかうちで今一人暮らししてるんです。そうなんです。してみたい。で今ですから我が家では今女房と初めて2人、はい、40年結婚して40年ぐらいになりますけど初めてですよ。その間ずっとお子さんがいらしたからね、はい、母親もいたし、おばもいましたし、子供もいましたから、初めて2人っきりで生活して。話すことある？何にもないですね。ないでしょ。でコロナで僕ほら舞台なくなったじゃないですか、うん、だから女房の方が仕事が忙しくなって、うん、で女房の帰りを僕が料理して待ってるという、うん、逆パターン。逆ね。はい。いかがですか、奥様と2人っきりの生活。いや、二人っきりじゃない方がいいかもしれない。夜も出かけられないもんですから。二人っきりって会話ないわよ、ね。何にもないですよ。お帰りって言ってご飯食べてそのままお休みっていうだけの。本当よね。本当そうなの。ピン子様さん。誕生日ですよ。僕はちゃんと毎年祝福にしてるんです。犬もこれ生きてる犬？生きてます。え、生きてます。かわいい。ちゃんと生きてます。私お誕生日にもらったことないんだけど。え、旦那、あれ旦那そんないい、いい人でも何でもないんで、一回もないわよ。お誕生日に？ない。あら。どう思う？私は毎年奥さんのお誕生日を。私もだから本当にあのコロナの時にこの人と別れてもいいわと思った。あら。だってご飯ばっかり作ってして帰ってきて、うん、5分か10分で食べ終わったら、じゃあおやすみなさいって寝ちゃうんだもん。夜8時前に8時頃寝るんです。朝5時に。あの5時半に出ていくもんだから。ずいぶん早いわね。熱海からあのやっぱりあの始発乗っていきますから銀座へ。あ、そうか。だからほとんど通ってない。熱海から通ってんですよね。通ってんの。あ、熱海からか。そうか。熱海から通ってるから、ね、だけども70過ぎたからあの銀座にマンション借りて、そこ歩って何分で行けるから、そのがコロナもあったし、そのがいいんじゃないかと思って。だからそれはちょっと今自由にしてます。お互いにあの1週間に一度帰ってくればいいっつって。あ、そうですか。うちは毎日ですよ。困るわね。毎日一人だと何食べてもいいですから。あのやっぱり誰か人がいるとやっぱり作んなきゃいけないってなりますからね。まあね、うんうん、でもピン子さんにもあのちょっとここで大事件があって、前々からちょっと痛かったんで手術をなすった。胆のう取っちゃったんです。要するに何、腎臓が悪かった。あ、最初は膵臓なんですけど、それとやっぱりあの胆のうに石が、うん、胆管というところに詰まっちゃって、あ、大変。それがあの悪さしたらめちゃくちゃ。じゃあもう取っちゃうと。でおへそからあの腹腔鏡手術で2日間めちゃくちゃお腹痛くて、そしたらおへそのところを、うん、あの切ったって言うんですよ。でもこれ入院してる顔じゃないですよね。なんか普通に朝起きたような顔してますよね。これ綺麗にしてるし、お化粧してない？いや、薄化粧はしてる。あんた看護師さんとか、あなたお医者さんがとっかいひっかいとっかいひっかい来て、私2日で退院しました。なんで？いやいや、あのお医者さんが1日にやっと眠れるかなと思うと、どうですかって来るんですよ。それで起きて、大丈夫ですこうでって言うと、また来るんですよ。まあ、こんなとこにいられないと。いや、でも心配したんじゃないと思いますよ、お医者さんも。ピン子さんが手術したんだから。まあね、もしものことがあるといけない、万が一のことがあったら大変だと思ったんじゃないですか。いや、でも2日で出てきたら、やっぱり痛かった。そりゃそうでしょう。出ていいっておっしゃったの、病院で。あまり言わなかった。そうでしょう。でも強引に出たいですっつって。
って、ね、うち医者ですから帰ったら点滴はしますって言ってうまいこと言って出たけど、やっぱりちょっと歩くのがねダメでしたね。あ、そうなの、ね、それは橋田先生があの胆のうの時にものすごい苦しんでたんですね、うん、それで私がママ胆のう痛いんだけどさ、取っちゃいなさいそんなの大丈夫だからって、それで取っちゃえ取っちゃえって、でそしたらあのお見舞いあげるからねって、その前に亡くなっちゃった後に手術したからさそうか。でもあそのママって慕ってらした橋田佐賀子さん95歳でお亡くなりになったんですよね。あと何日で96でしたね、うん、本当これが最後の海外でした。あのアスカに乗せてもらって、うん、あの暮れからお正月乗ろうって。でも先生お亡くなりになった時にあのお化粧して差し上げたんですって、はいはい、あのやっぱり一番ショックだったのは先生は白髪が大嫌いなんですよ、うん、でもうちょっと生えると染めに行くっていう、染めてたんで、でそれがあの病院から帰ってきてあのものすごい白髪が増えてたんで、だからマスカラ1本使って全部真っ黒にして、うん、であのこうおかんに入った時にガラスがあるから頬紅を真っ赤にして、きっとおてもやんじゃないと怒ってると思うんですけどでもあの足さすっててママって大きい声で言うんだら首上げて顔見てくれて、それで息引き取りましたから、まあ、そうなんで、その後お手伝いさんたちとみんなで千の風歌って、うん、泣かないでくれって、私は千の風でいいっておっしゃったんで、うんうん、でこの前はあの富士霊園に分子の墓ってあるんで、あります、そこに橋田先生とご主人 の, あの時計を納めに9月27日に行ってきました。あ、そうなんですか。でもあの橋田さんはあのピン子さんが あのお上げになった お手紙を全部取っといてくださったんですって。あの最初に出した手紙からこんなにありました。あ、そう。あのご主人に出した手紙を取ってくれてました。なかなかまだ読む気持ちにはなれないんですけど、うん、徐々にと思ってます。その時代時代がその手紙でわかるんですよね。そうですよね、何を取ってたかって、うん、だ本当にあの恩人ですね。本当に言い方ね、はい、全部取っといてください。これがそうなんですかね、はい、もうこんなもんじゃないんです、ものすごい量なんです、うん、でもまあここにあるだけでも随分だと思いますけどもね、はい、そうですよ。でもいい方、そうなんですか、はい、でもだんだんねいろんな方がお亡くなりになったりして寂しいですよね。なんか今年寂しいですね。そう、でも橋田さんのなんか忘れられない言葉っていうのがあるんです。はい、二流でいいってあんたは一流になるんだって。私も作家で二流だから、一流は向田さん、倉本壮さん、山田太一さん、私は二流で、あんたも女優で二流でいなさいと、うん、二流の方が楽だよって言ってましたね。 あ、そう、うん、で、あとは家庭を大事にすること、頼まれて結婚したんじゃないから、ご主人の前で台本も消してあげるなと、自分もご主人の前で一度も書いてるのを見せたことないっておっしゃってましたね。うん、あなた旦那さんの前では開かない台本。それは約束通り開けてません。本当偉いわね、はい。そうですか。はい、それ大変ね、梅田さん、それ大変ですよね。そうですね。うん、でも僕がたまたまあの連絡して今大変でしょって連絡したら、お骨をね生まれ故郷に持っていくのっていう途中でしたから。あ、そう。ああ、ピンコさんすごい偉いなと思ってね。いや、まあ、そのためにきっと熱海に越してこいって言ったんだと思います。近いところにね、うん、ピンコさんが手術してまで頑張ろうとしてらっしゃる梅沢さんとの舞台ですけど来年の1月6日に明治座で、はい、でピンコさんは20歳の役なんですってね。そうなんです。まあ、いろんなドラマでもやっぱりこうお仕事さんにこういじめられるって役はたくさんやってきたと思うんで、逆にこの舞台で初めてその、うん、僕がおっかさんでお嫁さんで、あなたは姑なの。そうです。自分といじめんの、はい、あ、面白い。手でいじめてますから。でもあれですよね、休憩時間に
あのピン子さんのところにいらっしゃるの、はい、休憩時間そうなんです。あのできればですねこれだけはやめてほしいんですけど、休憩時間に必ず楽屋に来るんですよ、うん、で休憩時間っていうのはだいたい短いですから、そうそうそう、1時間から1時間半ぐらい、ね、でフッとしたい、自分でフッとすることあるじゃないですか。ええ、もちろん、ね、で僕、まあ、座長なんかやってますから、いろんなところで失敗したらお前でもダメだぞとか言いに行かなきゃならないのにずっと楽屋にいるんですよ、うん、で僕化粧しなきゃならないんですよ。 そこもずっといるんです、うん、だから見てたいもんよ。いや見てたいって言われても、うん、あの楽屋はやっぱり自分の中でちょっとこう落ち着きたい部分もあるので。座長分かりました、はい、じゃあこれから3日に1回にします。いや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 、3日に1回もいらないですからもう朝ご挨拶したら自分の世界に入っててくださいと僕は思うんで、うん、なるべくならあんまり来ないようにしていて。でもやっぱり白く塗ってるのはピン子さんだな。そうです、そうです、はい、白塗りでものすごく苦労したんで、やっていただいた15分ぐらいで。そうですね、この方やってくださると20歳ぐらいに見えちゃうんです。そうです、見えちゃうんです。すごい白塗りなんですよこれ。そうなの、はい、はい、私20歳の役なんです。そう、随分あらかわいい。これ富雄さんが化粧してくださったの。右側の方は、はい、あの大川七蔵さんの息子さんです。息子、大川八蔵さんの、はい、息子さん。俳優さんになってらっしゃるの、ね、俳優さんになってらっしゃるの、はい、かわいいわ、とってもピン子さんかわいい。綺麗でしょ、うん、やってくれたんです。私やったんです、うん、やってくれた、はい、だ今度は主人が見に来るときにお願いしようと思って。そうですよね、他の人はすいません。もうね、一回やってよれちゃうと、あのもう一度落とさなきゃ、最高6回落としたんです。本当にその時泣きそうになりました。私あともう30分もなくて、あらやだ。それでお願いして10分でやってくださった。で気をつけないとなんだか水玉みたいになっちゃうね。いやね、それがどうにもなんないんですよ。ね、後から白を埋めても取れちゃう。埋まんないのね、あれ。埋まんないんです。すごいわね。私もなったことあります。おやりになったんですか。私は白く塗ったんですけど、ちょっと見にはいいんですけど、よく見るとこういうところがね黒いんで、ね、ちょっと触ったら、ね、真っ黒、真っ黒っていうか自分の色が出るの。肌はね真っ黒なのね、もうね。そうです。今のあなたぐらい黒いのね。それは余分なトークだと思いますよ。今お二人で白塗りのトークしてるのに、なんで私的に黒い顔になるの。いやでもそうなっちゃうんですよね。でもね、剥げるとそういう顔になっちゃうの、はい、あのなんか初めに一番最初にこうグッとこうつける。あ、ビンチケですね。え、ビンチケ、ビンチケ、あのビンチケをちゃんとやってないとね、あの白いの塗ると水玉模様になる。そうなんです。水玉模様。私びっくりしちゃった、水玉模様になって。これから徹子さんいただきます。すいません、今日黒柳になっちゃいました。いやいや、水玉模様になっちゃいました。でもどうですか、お互いに おっしゃることがあったら一言ずつでも。いや、まあ、あの本当に僕も初めてピン子さんと長い間付き合ってますけど、舞台で共演したってのは初めてなんで、やっぱりあ、いい女優さんと芝居すると毎日が緊張も出ていいなって思いますね。あ、そうですか。あんまり緊張すること少なくなりましたから。あ、そうですか、はい、ピン子さん全く同じです。毎日緊張の連続でした。だからきっといい舞台になりますから、ぜひどうぞ。ようやく万全のお話ができましたね。今までの話、あんた一人喋ってたの、ずっとあんた喋ってたの。これ、うんうんって言っただけなんだ。あ、じゃあ、1月6日テツコの部屋はテラサで過去の放送回を配信中。無料見逃し配信はアベマ TVer で。